複製起点認識複合体、または複製開始点認識複合体は、ATP 依存的に複製起点に結合する、複数サブユニットからなる DNA、結合複合体であり、すべての真核生物と個細菌に存在する。この複合体のサブユニットは、多く1、多く2、多く3、多く4、多く5、多く6遺伝子によってードされている。多くは、 深核生物における DNA 複製の中心的な構成要素であり、細胞周期を通じて複製起点のクロマチンに結合したままである。多くはゲノム全体にわたって DNA 複製を指揮する因子であり、複製の開始のために必要である。複製起点に結合した多くは CDC6、ター11、 MCM2、MCM7 MC 複合体を含む複製前複合体の組み立ての基礎として機能する。G1 期におけるプレ RC の組み立ては S 期の DNA 合成に先立つ染色体の複製ライセンス化に必要である。細胞周期によって調節されたサイクリン依存性キナーゼ CDC28 によるオーク2、オーク6、CDC6、MCM のリン酸化は DNA 複製の開始 G2M 期中の再開始の防止を調節している。多くは細胞周期を通じて複製起点に結合した状態であるが有意と分裂の終盤と G1 期の初期にだけ活性がある。酵母では多くは接合型に関する遺伝子座ヒドゥンマットレフトとヒドゥンマットライトのサイレンシングの確率にも関与している。多くは サイレンシングタンパク質サー1を HM ウェルトハマーのサイレンサーへリクルートすることによって転写的にサイレンシングされたクロマチンの組み立てに関与する。オーク1とオーク5が ATP を結合するが ATP アーゼ活性を持つのはオーク1だけである。オーク1の ATP 結合はオークの DNA への結合に必要であり細胞の生存に必須である。 多く1の a t p アージ活性は、プレ RC の形成に関係している。多く5の ATP 結合は、多く全体としての安定性に重要である。複製起点への結合には、多く1から多く5までのサブユニットのみが必要であり、多く6は形成されたプレ RC の維持に必要である。多く9の相互作用からは、多く2から3から6がコア複合体を形成している。 ことが示唆される。メディアを再生する。この過程は、多くと関連タンパク質が、MCM2 から7を、染色分体にロードすることによって開始される。多くには次のようなタンパク質が存在している。個細菌の多くと MCM は単純化されており、そのためプレ RC も単純である。深核生物のように6つの異なる MC、MCM タンパク質が期待のヘテロ六両体を、 形成するのではなく、古細菌の MCM の6つのサブユニットはすべて同一である。通常、CDC6 と多く1の双方と相当なタンパク質が複数存在しているが、その一部が双方の機能を果たす。真核生物の多くとは異なり、常に複合体を形成しているわけではない。事実、古細菌の多くが複合体を形成するときは、 多様な複合体が形成される。サルフォーラバスアイランデカスは複製起点の一つを認識するために CDT1 のホモログも利用する。自律複製配列は出荷工房で最初に発見されたもので多くが正しく機能するために不可欠である。これらの100-200円機体の配列は S 機の間の複製活性を促進する。アルスは 出荷工房の染色体のどの場所にでも配置することができ、配置された部位からの複製を促進する。中でも11円基体のコードに保存された配列が、質荷工母での起点としての機能に必須であると考えられている。多くは、もともと質荷工母のアルスのエイレメントに結合するものとして同定された。動物細胞のアルスははるかに謎めいており、 保存配列はまだ発見されていない。動物細胞では複製起点はレプリコンクラスターへと集合する。各クラスター内ではレプリコンの長さは類似しているがクラスター間ではレプリコンの長さは大きく異なる。これらのクラスターは S 期に同時に活性化される。多くは MCM 複合体の DNA へのローディングに必須である。この過程は多く CDC6, CDT1 に依存しており、ATP によって制御された、いくつかのリクルートイベントを伴う。まず、多くと CDC6 は、複製起点の DNA 上で、複合体を形成する。多く、CDC6 複合体は、この部位へ CD、CDT1, MC MCM2 から7をリクルートする。多く、CDC6, CDT1, MCM2 から7からなる巨大な複合体が形成されると多く CDC6、CDT1 CD は一体となって MCM2 から7を DNA ロードしこの過程で CDC6 によって ATP が加水分解される CDC6 の ATP アージ活性は多くと複製起点 DNA の双方に依存しているこれによって CDT1 の DNA 上での安定性が低下し、ロードされた MCM2 から7を残して複合体から乖りする。MCM2 から7は最初にロードされた状態では DNA を完全に取り囲んでおり、ヘリカーゼ活性は阻害されている。エスキには MCM2 から7複合体はヘリカーゼのコファクターである CDC45 ジンズと相互作用し、 複製起点の DNA を巻き戻して一本腐り、DNA を作り出し、複製を開始させる。複製を双方向で行うために、この過程は複製起点で二度起こる。どちらのローディングも一つの多くによって媒介され、一度目のイベントと同じ過程が行われる。これまでに多く MCM、そして中間体となるアッコム複合体の構造が解かれている。 ありがとうございます。